竹割祭りとは、石川県加賀市の菅生石部神社で、毎年2月10日に行われる霊祭。竹割祭は俗称であり、正しくは古眼神事と呼ばれる。1987年3月23日に、石川県無形民俗文化財に指定されている。神事の次第は次の通りである。終末の義神門の側に組まれた竹の組物に火をつけ、 燃え上がったところで鳴らされる合図と共に、白装束の若手数十人が、境内に走り込み、炎の横を通過する。境内に用意された300本の青竹を、石段や柱、拝殿の床など、すべてバラバラになるまでところ構わず打ち付ける。この際、社殿に安置してあるオーナーに触れてはならない。すべての竹を割り終わった後、拝殿からオーナーを引き出し、引き合ったり、 引き回したりする。その後、境内から神社の前の敷地橋に縄を運び、橋の上から大正寺川に放り込んで流す。流れにくい時は和歌手が川に入り、押し流す。割られた青竹は無病息災の縁起物として、参拝客が自由に持ち帰る。五眼神事は荒々しい記載として知られており、例えば、日ご数は古代伝承研究の中で、 スサノオの山田のオロチ退治と関連するオロチ殺しを表した祭礼として紹介している。社殿によれば、神事の起源は天武天皇の立岩に由来するものとされているが、近世に書かれた、社カカ国エ加マグンイ磯ベ天神延期によれば、セリーとヒコホホデミの兄弟神による争いを表現したものとされている。ありがとうございます。